待ってます。おもてなしとは心のこもった待遇のことです。お客様に対して心を込めた歓待、接客、サービスします。僕たち日本文化にとって大変大切なことです。So this is you, Paul? Thank you. 44? プレゼントは相手への気持ちを表現であり、僕たちはこれを贈り物と呼びます。And this is mine.日本の食文化は世界中で大変高く評価されています。僕たちの自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた伝統的な料理を和食と呼びます。Thank you. Please. どうも。Sushi. Para dentro. 食事に関していただきますという感謝の気持ちを表現する言葉があります。肉や魚はもちろん、野菜や果物にも命があると考え、〇〇の命を私の命にさせていただきますと、それぞれの食材に感謝します。同時に料理を作ってくれた方など、食事に携わってくれた方々への感謝も表します。僕のモットーは、困難に負けず意志を貫くという不屈の精神。茂木でも戦い続けます。